この世界で今生まれた一つの。あなたは学校でどのキャラ？ごめん、大会の強化練習に遅れちゃった。今日の議題ってなんだっけ？はぁ、夏希の彼氏に絡んだ女やばくね？父行くか。ねえねえちゃん、放課後空いてる？うん、空いてるよ。ロフト行かない？あ、ケッキマジでかっこいいんだって。本当にかっこいい。かっこよくない？みんなはどれだったかな？頭のものが新しいしてね。わー、お昼ご飯だー。せーの、いただきます。わー、美味しそう。美味しそう。うん、そんなの余裕でしょ。うん、頑張ってみるね。給食あるある。いただきます。お願いします。ごめん、多い人持ってって。いただきます。私ショートケーキ一番大好きなんだ。何にしようか迷ったんだけど、よかった。いただきます。彼氏どれぐらいだっけ？2年。じっちゃん彼氏できない理由分かっちゃった。男の前でも口でっかく笑いすぎ。え、絶対それだって。えっちゃん、最近出会いないの？あ、うちの彼氏の友達、かっこいいし優しいし身長も高いの。え、絶対えっちゃんと会うと思うんだよね。え、今度一緒に遊ぼうよ。えっちゃん、今日の放課後どうする？あ、ごめん、あの彼氏に LINE 返してた。え、今日の放課後どうする？あ、ごめん、あの彼氏に今どうしても会いたいって言われちゃって。あ、今度でもいい？そっかそっか、 OK。 え、じゃあ明日は？明日元からデートの約束で。あ、そうなんだ。じゃあ明後日は？明後日も。最近さ、うちの彼氏が毎日電話で太ったとか悪口言ってくんの、ひどくない？しかもね、私眠いのに、寝たいのにだよ、朝5時までとかやるんだよ、電話。え、やばくない？うざいと思ったらシェアしてね。他のリツイート動画も見てね。お化け屋敷怖いね。大丈夫大丈夫。私お化け屋敷この世で一番苦手なんだよね。大丈夫大丈夫、私についてくれば大丈夫だから。あの、すいません、急に出てきたらびっくりするじゃないですか。びっくりして心臓止まったらどうするんですか？心臓止まって入院したらどうするんですか？え、入院費出してくれるんですか？どうなんですか？え、すいません。あなたの本当の恋愛感が分かっちゃいます。じゃあまずは、あなたが異性に求める3つの条件を1位、2位、3位で教えて。私は一番大事なのはやっぱり身長で、2番目は優しいで、3個目は清潔感があるかどうか。じゃあその3つの条件が揃った同じような男性好みの人が A さんと B さんいたら、あと何の違いで決める？なんだろう。あ、趣味が合うかどうか。実はこれ1位、2位、3位に挙げた理由よりも、今挙げた4つ目に挙げた理由の方があなたが一番大事にしてることなんだよ。そうかも。当たってると思ったらシェアしてね。好きな人にも言ってきてね。林間学校楽しいね。楽しいね。そういえばさっき蚊に刺されちゃって。え？蚊？大丈夫？腕大丈夫？蚊やばいよね。蚊なんて全然へっちゃらだよ。さっきペンって潰したし。あの蚊を潰したの？すごいね、めっちゃ。お疲れ様です。あ、お疲れ。今日もめっちゃ笑
でもこの時間が本当にずっと続けばいいのに。でもみんな本当に続けられるのかな。え、みんな結婚して子供産むかもしれないし、やりたいことが他に見つかるかもしれないし。そうですよね。行きますわよ。はい、はい、どうもボンボン TV のとみちゃんです。ためになるなるなる。今日はよけちゃんにちゃんにちは、あの孫の運動会の基本教室に行ってからちょっとお休みなので2人で。質問コーナーボンボン始めて55年になります。私と子供と孫と親と3000名に楽しく見てます。あー、ありがたいね。おじいちゃんおばあちゃんだっても続いてほしいなと思う方、ぜひシェアお願いします。あ、こちら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 。ケントの彼女さんですよね。あ、そうです。今ってケントいますか。あ、ごめんなさい、ケント今購買に私のご飯買いに行ってくれてて、それ終わったら帰ってくると思うんですけど。あ、そうなんですね。何かありましたか。いや、教科書借りてたんで返そうと思ってたんですけど、じゃあ後で電話してきます。え、また来るの大変じゃないですか。私が後で渡しておきますよ。じゃあケントによろしく伝えておきますね。やばい、お腹すいてきた。伸ばす、へこます、逆に膨らます。伸ばす、へこます、逆に膨らます。よし、テスト開始。伸ばす、へこます、逆に膨らます。伸ばす、へこます、逆に膨らます。全然集中できないな。ドミちゃん、購買行こう。うん、今行く。よし、今度こそやるぞ。あ、どうせならテレビになるんですよ。トミー、ご飯よ。あ、うん、今行く。ふぅ、お腹いっぱい。まあ、下の朝やればいいか。でもこの中だったら恋愛系がいいかな。うん、もしかしてケント。あ、やっぱりケントだ。え、知り合い。知り合いっていうか、ケントの元カノです。あ、はじめまして。え、ってかこの子新しい彼女。やるね、めっちゃ可愛いじゃん。今日は何見る予定なの。あ、今これ見ようかって話してて。え、恋愛映画見るんだ。でもケント私と付き合ってた時恋愛映画苦手だったよね。なんか眠くなっちゃうとか言って。あ、そうだ、今度3人で飲もうよ。やった、じゃあまた LINE するね。バイバイ。帰る。そういやさ、弱い根を吐いている。薄っぺらい人間です。一歩前に出るのはやめときます。絡まれたくはないからさ。その態度が不安だな。先輩って本当面白いですね。あ、先輩、彼女さん待ってたんですね。あ、ごめん、まだ部活終わらなそうかな。あ、私一人で片付けておくので大丈夫ですよ。私は大丈夫です。ちょっと寂しいですけど。あ、うん、わかった。はい。彼女さん、すいません、彼氏さんすぐお返ししますんでちょっと待っててください。それじゃ。なんか無理だな。うん、誘ってくれてありがとね。お兄ちゃん。誰その人。彼女。妹さん。お兄
メ。お兄ちゃんは私の隣の席に座るの。だってお兄ちゃんが来るって言ってたから楽しみにしてたんだもん。お願い、いいでしょ。やった。じゃあ今日もあんしてあげるね。帰る。楽しいんだよ。絶対危ないって。大丈夫大丈夫。待ってな、授業。ね。あ、みーちゃん、帰る帰る。あ、いち。なんか大事な話あるって言ってなかったっけ？あー、それはよっちのことがす。いや、やっぱり明日言う。明日絶対言うから。朝早く来てね。じゃね。よし、イッチ、どっちゴールするぞ。でもヨッチ野球部なんだから優しくやってね。大丈夫大丈夫、行くぞ。ヨッチ何やってんの、危ないよ。いや大丈夫大丈夫、俺めっちゃこれ得意だからさ。ちょっとヨッチ、ちょ、イッチ何やってんの。いや、私これめっちゃ奥まで小指入れれんのよ。いや、危ないって危ないって。大丈夫だよ、うちの家計全然大丈夫なのこれ。隣町で事件が起きたらしい。イッチ行ってくれるか。私行ってきます。先輩、終わったら焼肉ですからね、美味しいやつ。ジョータン、ジョータンよろしくお願いしますよ。絶対です。隣町で事件が起きたらしいです。先輩行けますか。わかった、よし行ってくるわ。先輩、ん、拳銃。大丈夫、ただのひったくり犯だ。ちゃっちゃって終わらせてくれよ。雨すごい。でも傘忘れちゃった。ん、え、いいの。俺、家近いからさ。じゃあ、え、気をつけてね。あ、いっち、大丈夫、お見舞いに来たよ。ごめんね、でも大丈夫、ちょっと寝ればすぐ治るから。イッチ危ないって。楽しい。ねえ、ここ出るらしいよ。開けようぜ開けようぜ。大丈夫大丈夫。はい、これからマテちゃんの一気飲みします。俺 TikTok のこれのやつめっちゃ高速でできるよこれ。ねえ、ペン回しの最上級知ってる？え、知らない、どうやんの。天井まで飛ばしたらチケットするから。やば、行くよ。俺100回回ってもスイカ叩けるから見とけよ。危ないって、ほんとに。ヨチ何やってんの。いや、奥にさ、かさぶたがあってさ。あー、もう昨日テスト勉強で私3時間しか寝てない。ということで、先生に黒板消しの切り仕掛けたいと思います。先生来た。こっち近道なんだ。え、危なくない。大丈夫大丈夫。あ、私ちょっとトイレ漏れそうだから行ってくるね。あ、行ってきな。すいません、あのトイレやりたいんですけど。ねえ、この水飲めるかな。わかんない。ちょっとよっち飲んでみてよ。これは珍しいね。これは不思議想定ってね。これ珍しいんだよ。これ食べたらね、美味しいんだよね。
て強制取れちゃってさ。いやいや、そんなうるさくしたら先生からちょっと飛んでくれよ。いやいや、今時そんな先生いないって。誰に頑張ってくれ。はい。よっしゃ、とどめさせよ。やめてやめて、落ちちゃう落ちちゃう。